はい、ではトゥルーリメンバランスということで2日目いきましょう。はい、翌朝けたたましい騒音で目が覚めた。こういう朝はきっとろくなことがない。ソファーの上で覚悟するように一度深呼吸をしてから身を起こした。おはよう。早いね。そう声をかけるとラはぎくりと小さな肩を震わせてこちらを見た。おはよう。ラの足元には大きな鍋と昨日作ったシチューの残りがかなり派手に散らかっていた。どこをどうしたらこんな大惨事になるのやら。朝食に昨日の残りを温めようとしたら、ストーブの上のケットルが鳴って、ケットルを下ろそうとしたらシチューが沸騰して、それでちょっと焦げて。そういえば、部屋の中が心なしかシチュー臭い。そして、冬の朝だというのに、暖かかった。部屋の隅にあるストーブに火が灯っていて、部屋中を温めている。自分が火を入れたのではないストーブが部屋を温めているこの状況は少し不思議なものがあった。こういうのもなんだか悪くないような気がする。この仕事を始めてから僕はずっと一人暮らしをしていた。しばらく黒い猫を飼っていたけれど、もちろん猫はストーブに火なんてつけない。その猫もほんの少し一緒にいただけでどこかへ行ってしまったけれど。ラ、やけどはしないよね。だったらもういいよ。怒ってないから。ごめんなさい。ラはしゅんとしてうなだれた。一緒に片付けると言ったのだけれど、ラがガンとして譲らなかったので、片付けはラ一人に任せる。キッチンの床がすっかりきれいになってから、僕たちは朝食のパンを食べた。これを食べたら、出かけよう。ラは、どこか行きたいところがある？街を紹介して回るのが案内人の仕事だ。そうやってゆったりと暮らしながら、風刺として客の錆色の記憶を消していく。けれど、実を言うと僕はガイドの仕事は苦手だ。仕事に好き嫌いを言っても仕方のないことなのだけれど、この仕事に就く前に一応2年間の訓練を受けた。風刺としても案内人としても人並みの仕事はできるつもりだ。それでも苦手に思ってしまうのは、ただ単に僕が外を出歩くことがあまり好きじゃないからだ。任せる。黒目は案内人なんだろう。ミルクを飲みながら、ラは首をかしげてそう言った。その通りなのだけれど、そう言われるのが一番困る。僕はため息をついて立ち上がった。じゃ、行こうか。上着を着た方がいいよ。外は寒いからね。ラを促しながら、自分は椅子にかけておいた国の支給コートを手にする。コートを羽織ったラを連れて、僕は雪の積もった街へと出た。街はいつものように人気がなく、道路や家々の屋根を白く覆った雪のせいで一層寂しく見えた。今この街に住んでいるのは、国中の奉仕千人足らずと、その客、そして国の職員。あとは許可を得て町で店を開いている人間だけだ。それだけではこの狭い町でもさすがに埋まらない。刹那病の患者は増える一方だが、風刺の数は慢性的に不足していた。ラは何の面白みもない町並みをそれでも興味深そうにキョロキョロと眺めている。ラーと僕とでは歩幅が違う上に
ラは立ち止まっては歩き、歩いては立ち止まりを繰り返すので、二人の間には自然に距離が開いていく。ラに歩調を合わせるべきなのかとぼんやりと思ったが、トコトコと後ろからついてくるラが面白いので、あえてそうしなかった。黒目、どこへ行くんだ？白い息を弾ませながら、ラは小走りで僕に追いついてくる。そうだな。美味しいコーヒーでも飲みに行こっか。六番街にある店だから、ここから列車に乗って行こう。列車に乗るのか？そう。乗ったことない？ないんだ。それは珍しい。この町に住んでいる僕にとって、移動手段はほとんど列車か徒歩に限られている。町の外でも車がある以外はあまり変わりないはずだ。ラは、よっぽどのお嬢様で、車以外の乗り物に乗る機会がなかったのだろうか。そんなことを考えている僕を追い抜いて、ラは駅に向かって走っていく。元気な子だ。小さなラの背中が、ますます小さくなっていくのを眺めながら、僕はゆっくりとラの後を追った。六番街で列車を降りた僕たちは、立ち並ぶ店を適当に冷やかしながらブラブラと歩いた。僕たちの住処があるのは八番街。そこは町の一番外れで民家が多い。この六番街はどちらかというと、民家よりも商店が多いのが特徴だ。ラは物珍しそうにショーウィンドウに飾られた商品を眺めている。目指す店は、商店の並ぶ大通りよりも一本奥の道へ入り込んだ場所にある。アロマという質素な看板がかかったその店は、僕の数少ない知り合いが開いている店だった。いらっしゃい。あれ？黒目、久しぶりだな。店の扉を開けると、扉についたベルの音と同時に、店のオーナーの声がかかった。軽い調子で挨拶をするその男に、こちらも軽く手を挙げて返す。しばらく姿を見ないから、てっきり街の外に出てるのかと思ってたぞ。いや、街にいたよ。ずっとアパートに？そりゃいくらなんでもひどいな。カビが生える。若いオーナーはそう皮肉を言ってから、ふと僕の後ろにいるラに目を留めた。ラは僕のコートの陰に隠れるようにして、店の中を眺めている。まさか、とは思うけど、彼女？ちょっと引きつった笑いと共に言われたその言葉に、ラはびっくりしたように飛び跳ねた。そして、真っ赤になって思いっきりブンブンと頭を振る。見事な否定だ。あんまり頭を振りすぎて、ラが目を回さないうちに助け船を出すことにする。僕のお客様だよ。そうだよな。黒目みてえな、偏屈にこんな可愛らしい子が寄りつくわけがない。随分な言われようだけど、その通りなので黙っておく。いらっしゃい。覚えてね、可愛らしいお嬢さん。呆れるほど軽薄な挨拶をして、今日はラに向かって片目をつぶってみせた。僕と違って、器用なやつだ。あまり見習いたくはないけれど。ラは驚いたのか、あっけに取られたのか、しばらく呆然としてから慌てて挨拶を返す。ラという、よろしく。
ペコリとちょっとバカ丁寧なくらい深くお辞儀をしたラニ。今日は少し驚いてから薬と笑った。本当に可愛いな。ねえ、ラちゃんはいくつ？カウンターに肘をついた今日は、ラを覗き込むようにしてそう聞く。興味を持ったことにはとことん食らい尽くすのが今日の性格だった。何から何まで僕とは正反対だ。ラは焦ってしまって困ったように小さくなっている。僕はため息をついて調子に乗っている今日を見た。僕のお客様はからかわないでくれないか。からかってなんかいないさ。純粋に興味だ。これから仲良くなるためにいろいろ知っておきたくてね。わかった、悪かった。だから睨むな。お前に睨まれると怖い。と、今日は苦笑いして肩をすくめた。質問攻めから解放されたラは、ほっとしたように息をつく。昼飯食いに来たのか？ちょっと早いが、まあ、いっか。何する？任せるよ。ラは何か食べたいものがある？いや、よくわからないから。それはそうだろう。今日の店にはメニューがない。いつも今日が気分次第でいろいろなものを出す。気まぐれな店だ。お前ね、それでよくあんな人をやっていられるな。今日が呆れたように言う。少しばかりサービス過剰気味の彼にとってみれば、僕などは見ていてとても歯がゆいものなのだろう。ラちゃん、今からでも俺のお客様にならない？目いっぱいサービスするよ。悪いが遠慮する。それは残念。と今日は哀れっぽく肩を落として見せて笑った。ラも小さく笑ったので、どうやらだんだんと今日の軽さに慣れてきたようだ。それにしても、女の子のお客様を回すなんて、右手はどういう心境の変化だろうな。野菜を洗いながら今日は首をかしげてそう言った。右手、というのは、今日や僕のほか、数人の風刺の上司にあたる人物だ。僕は大抵右手から客を斡旋される。ラもその一人だった。男女のペアを組まないってのが右手のポリシーだと思ってたけどな。黒目に任せるくらいなら俺にも紹介してくれないかな。それは無理だろうね。信用問題になる。否定はしないさ。ラーちゃんみたいな可愛い子と一緒に住んでたら何が起こっても不思議じゃないしね。ラーちゃん、黒目に変なことされそうになったら俺んとこに来るんだよ。余計に危ないよ。そうやって喋りながらも、今日は慣れた手つきで白身魚の切り身に衣をつけていく。僕も一通り料理はできるけれど、商売ができるほどの腕前を持つ今日には及ばない。今日は風刺の仕事よりもアルマの経営を楽しんでいるような変わり者だ。この町で開いているような店では客の数もたかだか知れているのだけれど、町の外で店を開けば繁盛するだろうと思う。けれど今日は町から出て行こうとはしないし、これ以上店を大きくしようともしない。はい、お待ちどうさま。出来上がったのは野菜たっぷりのフィッシュバーガーだった。その大きさにラは呆然としていたけれど、握り拳を作って気合を入れると黙々と食べ始めた。やっ
ぱり何でも美味しそうに食べるラの姿は見ていて面白い。けど、あまりぶしつけに眺めていてもまた怒られるので、僕も食べ始めることにした。今日はしばらくラの様子を楽しそうに見た後、食後のコーヒーの準備をし始める。客が少ないアロマではハンドミルを使って豆を挽く。しばらくするとコーヒー豆の香りが店内に漂った。一緒に食事をしていたラが興味を惹かれたように顔を上げる。それがコーヒーか？そうラが尋ねるので、僕はラが今までコーヒーを飲んだことも見たこともないのだと気づいた。やっぱり少し変わっているのかもしれない。これはエスプレッソって何度も黒目には教えたはずだけどな。コーヒーとは違うのか？ま、普通のコーヒーとは違うかな。豆の入り方とか抽出の仕方とかカフェインの量とか特に味とかね。でも悲しいかな、黒目みたいなやつにはどっちでも一緒なんだよな。ぼやきながら今日はエスプレッソマシンのレバーを引き上げた。仕上がり具合を見ながらしばらくして今度はレバーを押し下げる。温めてあったデミタスに良い香りを漂わせるエスプレッソが注がれた。はい、ラちゃんにはチョコレート入りカフェモカ、黒目はいつものカフェコレット。ちょうど食事をし終わった頃、今日は食後のコーヒーを出す。ラは小さなデミタスを大切そうに両手で抱えながら、柔らかな湯気が立ち上るそれを眺めた。いい匂いがする。まあねー、俺の得意技だから。褒められていい気分なのか、今日はいつもより浮かれているように見える。そういえば黒目、右手とは別のルートで仕事が回ってきてたぞ。先方は腕利きの風刺に依頼したいらしいから、お前のことを紹介しておいた。しておいたって、今仕事の最中だよ。二重契約はまずいんじゃないか？そうだよな。おかしいな、いつもならお前が仕事中なら右手から連絡が来るはずだけどな。連絡ミスかな。まあそういうことだから悪いけど断っておいてくれないか。途端に今日は罰の悪そうな顔をした。こういう時はもう引くには引けない状態になっているのだということを短くはない付き合いの中で分かっていた。実はもう仲介料をいただいた後なんだ。なんていうか羽振りのお客様でさ。今日は自分自身も風刺として仕事をする傍ら、仕事の仲介のようなこともしている。こちらは対面もあって上司の右手には黙っているので、あまりおっぴらには公表できない。そんなことをしながらこの道楽のような店も開いているのだから、よっぽど働くことが好きなのだろう。軽い仕事だよ。見たところ一日一日もかからない。ただどうしても A 級ライセンス以上の風刺に頼みたいらしくて。頼む！と今日は拝むように頭を下げた。そう言われても困る。僕自身は別に規則違反だろうが、何だろうが、報酬さえもらえれば構わない。でも今はラがいる。まずはラのことを優先して考えるべきだ。ここは断るべきだと思う。けれど、そんな僕の考えをよそに、ラは何でもないことだ、というように、あっさりと言った。私は構わない。黒目が好きなようにしてくれ。
でも、あまり私に気を使うな。黒目が自然にしていてくれた方が私も良い。言葉はいつものように強気だったけれど、ラはどこか居心地悪そうだった。それはお客様として優遇されるのが嫌だということだろうか。だとしたら本当に変わっている。この町にやってきた客は少しの間だけでも特別な待遇を楽しんでいくものなのに、特別扱いを嫌うらだから気の利かない案内人の僕のところにやってきたのだろうか。そう思うと少しおかしかった仕方ないな。じゃ、これは貸しにしておく。それと5番街の僕のアパートじゃ連絡は取れない。今の住所は8番街、丘の上の建物だから、お客様はそこへ送ってほしい。オンに切るよ。8番街か。偏僻なところだな。静かでいいよ。引っ越そうかと思うくらいにね。隠居するつもりか？老け込むのもいい加減しろよ。いやー、でも引き受けてくれて助かる。明後日には依頼人を送り届けるからよろしく頼む。了解。その後はしばらく3人でたわいもないことを話していたけれど、途中で雪が降りそうな雲行きになってきたので、急いで今日の店を出た。急いだ甲斐があって、雪が降り始める前になんとか8番街に戻ってくることができた。はい、ということで、ラと一緒に暮らすようになって3日が経ったというところで、今回は、まあ、2日目ということでね、これで終了したいと思います。いやー、なかなか濃い話ですね。もう2日目にして、なんか、なんだろう。もうすでに思い出が深くなりそうな、予感がするような、ね、物語になっております。はい、ではですね、まあね、実況をね、続けるかどうかわからないと申し上げたんですが、2回目がね、収録されたということで、うん、またね、まあ、次もね、収録していくかもしれませんので、その際はまたよろしくお願いいたします。はい、それでは、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。